の宇宙、どうもなぎです。なんで今日もね、ヘアスタイルの解説をちょっとしていこうかなと思うんですけども、一つね、前に、やったもので、重要なミスを犯してた。僕はそう思ったので、今回やろうと思いました。こうなんね、今やってるかな、ちょっと前に、1ヶ月前ぐらい、映画始まって、やってたね、1ヶ月ちょっと前ぐらいか。ね、やってて、だって始まったのが僕は小学生ぐらいの時だからね、コナン、確か。うん、ずっと続いてて、もう面白いと思う、俺も好き。うん、この年になっても好きだよ、コナンは。うん。で、もうコナンのね、キャラのヘアスタイルをやっていこうかなと思うんですけども、まずは、愛ちゃんね。愛ちゃん。愛ちゃんの髪型は、まあ、これはシンプルなワンレングスのボブヘアなんだよね。まあ、首が細すぎるから、ちょっとここの幅がね、人間だったらだって、この辺にあるでしょ。この辺にこうやってあるでしょ。ワンレングスで。ね、バランス的にはあるんだけども、基本ワンレングスのボブで、要は、この、こめかみ八分のくぼの下の部分はワンレングスにパツンって切ってるんだ。うん。で、鉢植えだけショートヘアに短く切ってる。2つに分かれてるんだよね。うん、結構難しい。正直、もうコナンの世界観のキャラの髪型は難しい。難しいというか、その今結局ね、漫画だからその人間の頭の通りに反してるわけよ。動きとかこう重力とかに反してやってるわけだから、まあだからね、あれなんだけども。基本的にはワンレングスとショートヘアの合わせ技みたいな感じかな、バランス的に。でもね、つむじ型すごいじゃん。この目の左目のギリギリぐらい、もう頭がこう、人間だったらこう丸くなってきちゃうような位置からぐわって持ってきてるから、結構鉢張ってるね、ハイちゃん。結構上がこう丸いかもしれない、モコーンって丸いかもしれない、モコって横開いてポコってなってるかもしれない、ハイちゃんの。うん、じゃないとこの位置からつむじがこう生えてくるってなかなか難しいんだよね。うん、と思うよ、俺は。うん。実際問題、ね、おもながらしたとちょっとこのバランスはちょっとさすがに難しいと思う。いくらワンレングスボブが横広がりで縦長を見えにくくして、横広がりみたく見せれるとはいえ、この髪型をするのはなかなか難しいと、僕自身は思います。個人的には。うん。まあね、よくある髪型ですけどね、コナンの中では。で、この赤井さん、うん、多分これそうなんでしょう。帽子を取ることがあんまりないっていう人の、コラー画像なのかな、わかんないけど、うん。写真、メンズですけど、まあこれなんか別に普通のオールバックヘアだよね、メンズでもある。普通にオールバックで前髪ちょっと短めに垂らしてます。ちょっとね、ちょこちょこっと垂らしてますみたいな感じの、ちょっとくせ毛の方がいいかな。こうね、直毛だとピンピンピンってなっちゃうから、ちょっとくせ毛で、しかもおでこが狭い人の方がいいかな、バランス的には。うん、もちろん顔もちっちゃくてね、襟足はグッとさ、見て襟足の部分がさ、襟足のこのギリギリ後ろの生えてるところがさ、鼻とかさ唇ラインじゃん。ここに襟足があるわけ、ギリギリ短いところが。だから襟足が長く入ってる人は反らなきゃいけないし、まあ、顔がちっちゃい以前の問題だよね。顔がちっちゃい以前に襟足の入ってるところが、まあ、横から見たら唇とか鼻の間ラインぐらいのところで、まあ、耳下だよねぐらいのところで、ここまで反らなきゃいけない、てかここから生えてなきゃいけない、ここがスタート位置ぐらいじゃないと難しい、バランス的にはね。これが長いとまた違うんだ。なんか違うなって思っちゃうかもしれないんだけども、それは襟足のバランスの長さ。うん。そこは難しいよね。できるできないというか、もちろん反ったりとかやればできるんだけども、その後のことを考えるとなかなか難しいから、できませんよっていう。簡単にこのスタイル自体を表現するのは簡単ではないと。全く同じようにするには。うん。カツラだとしても難しいと思うよ。結局ここに生えてるわけだから、なくさないといけないわけだから、ここからスタートしようとしても、うん、ここを上にこう何こうピタッと止めてさ、
上にこう隠しちゃえばいいんじゃないですかって隠したところで僕生えてるんだから、うん、短くしないと意味がないですもともとだと僕は思います。男性ね。で、このセラっていう子、セラさん、まあこの感じはそのショートヘアなんだけども、その散らしてもなんか散ってるじゃん、ただ単に寝癖とか、なんかシャワー浴びた後乾かしてパサパサってなった時のこの髪型みたいな感覚なんだよね。うん、で極端なのよ、レイヤーたっぷりのショートヘア、まあ短いけどね、たくさんあるよっていう、そう、まあ、つむじが短くて他が長い、で切る時は場所場所で分けて切んなきゃダメだよね。要はここは長いからここは長くして、まあ、つなげるっていうよりもなんか場所場所でこう長いところと短いところを作ってるっていうようなバランスだから、だからヘアスタイルの名前なんですかって言ってもない、これにはバランス、バランスで切らないと難しいと思う。で要はさ、これつむじ付近、このつむじ付近とか短いじゃない、シュッシュッシュッって、でもこの辺ちょっと長くて、けどこの前髪のとこもうちょっと長くて、でも前髪のところはちょっと短くて、でも横のここってさ、要はこの前髪部分から前髪の端、こめかみ部分から生えてるけども唇ラインぐらいまで長かったりとか、けど襟足は短かったりとか、まあこの辺は分かるんだけども、まあ、耳隠れるぐらい短いとか、前がちょっと長めに残すバランス、ちょっと重くなりやすいからちょっとシャギっぽくしなきゃいけないとか、でこの後ろはちょっと短い毛があったりとか、こう結構何、ただのレイヤーじゃないんだ、ただのレイヤーってこう短い、つむじが短かったら徐々に徐々に全体的に長くなっていくとか、まあ、あとはバランスもね、もちろんあるんだよ、短いところ長いところってあるんだけども、結構乱雑にデザインされてるから、やっぱり難しいな、難しい、うん、表現するのもなんだろうな、なんか普通のカットっていうよりもレザーカットとかで切ってる人の方が表現しやすいと思う、こういうのって、こういう動きのあるスタイルとか、シャギー感たっぷりのヘアスタイル、うん、レザーってさ、こうハサミじゃなくてこうカミソリみたいなんで切ってる人いるでしょ、うん、あれと、あれの人、ああいうので切ってる人の方が多分作りやすいヘアスタイルだと思う、これは、うん、だそういうので切ってる人を探していった方がまだなんか近いような気がする、俺は、うん、でカットでできないことはないけども、うん、より質感とか調整はしやすいのは多分レザーのカットでやってる美容師さんかなと思うよ、多分、うん、絶対とは言えないけども僕だったらそうだと思う、うん、っていうのがあります。でランちゃんなんだけど、俺ね、ランちゃんね、ロングヘアだと思ってたの、まあロングヘアなんだけども、あのね、まあ、この写真は、この写真なんでこの写真みたいな感じを選んだかっていうと、普段さ、まあ、普通に歩いてる写真とか普通の動画見てる時って別にロングヘアの、まあ、前髪の方を短くしてるみたいな感じだと思うんだけども、実際やっぱこう空手とかのシーンとかで動いてるの見ると、後ろの髪だけファサファサ動いてるわけよ。でここって動いてないわけ、ん？と思って、あれ？なんだろうなと思ったら、思った、愛ちゃんと同じなんだよ、髪型の感じって。はっとかって思うかもしれないけども、愛ちゃんってワンレングスじゃない。そう、でも、ランちゃんは、このワンレングス部分が長いっていうだけなの。だから、変な話、2セクションで切ってんだ。そう。この、こめかみ八盆の部分から下の部分はもう長くダラーンとしてる。長く。まあ、腰までとか下まで長く。まあ、レイヤーっていうかね、まあ、短いでも。入ってるからちょっと前上がりっぽいというか後ろ下がりっぽいのデザインなんだけども、で上はあやちゃんと同じ乗っかってんだ、短いのがピンピンってポコってカツラみたいなのがポコって、で、まあ、ロングヘアで、まあ、この角の部分に関しては針金とかつけてまあやればいいっちゃいいんだけども、まあピッてねつなげてる、まあ、バランスなんだけども、ロングヘアでシャギーが入ってるんじゃなくて基本的にもう分けてあんだ、シャギーとか入ってたら絶対的に全部が動くはずなんだ。そう、でもランちゃんの戦闘シーンというかさ、そういうの見てみると、もうここだけがファサファサ動いてるわけ、うわーとか言ってる時に、でここって動かないわけ、うん、それってカットで表現する時にん、まあセットしてるとはいえ、ロングで
ロングヘアで前髪とか短くしたりとかちょっとしてるぐらいだけじゃないなと思って、もう完全に2つに分けてんなと思って、分けてないとなかなかそのこっちだけが動いてる時にここが動かないってことはありえないから、基本的に多分ここって一緒なんだと思う、長さが違うだけで、うん、っていうのを発見した最近、パッと見てちょっとおかしいと思って、そうだからね、ランちゃんの髪型する人はちょっとその辺を、まあその角まで表現しなくてもいいけども、ちょっとそこまで再現するっていう人は多分ウィッグとかで作る人もそうだと思うんだけど、その辺でちょっとねよりリアルに再現できるんだったら多分2セクションというか2つに分けてやった方がいい、うん、ここだけは最近発見してちょっと訂正しようと思ったから、そこをちょっとお話ししようかと思いました。うん、なので少し参考になればいいかなと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。